ゴルフ日本シリーズ JT カップ最終日3日東京読売 CC 東京都7023ヤードパー70首位タイで出た今季の賞金王中島啓太は3バーディー2ボギーの69トータル14アンダーで同級生の蝉川大果てに一打及ばず2体。年間獲得賞金は1億8498万6179円となり 2億円突破とはならなかった。前日に、バーディを取らないといけないホール、とキーホールに上げていた17番パー5。セミ側とトータル14アンダーで並んで迎えた。そして1.5メートルを残したスライスラインのバーディパッド思いのほか強く入り、ボールはカップに蹴られた。後半は全体的にタッチが強かったので、流れのまま強く打ってしまった。 ずっと冷静にいいプレーできていましたし、本当に17番だけだと思います。セミカワはこのホールでバーディーを奪い、勝負が決してしまった。実質プロ1年目で迎えた今季、6月の ASO 飯塚チャレンジ度、では、尊敬する先輩、金谷拓美をプレーオフで下して涙のプロ初勝利。二人は熱い抱擁を交わした。その後、2勝を挙げてトップ10は17回。 シーズンを通して安定したプレーでギャラリーを沸かし、最終戦を残した段階で初の賞金王に輝いた。最高のライバルと賞金王争いができたのが一番嬉しかったし、楽しかった、とこの一年を振り返る。この後、中島は9日、土曜日、に渡米し、米下部のコーンフェリーツアーの最終予選会、現地14から17日、米、フロリダ州 TP シーソーグラス、 に挑戦するそこで5位以内に入れば、コーンフェリーツアーを飛び越えて、米 PGA ツアーのツアーカードが手に入る。日頃から米ツアーへの憧れを口にする23歳にとっては、夢の実現、への第一歩となる。いい準備をして気持ちを切らさずに、もう一試合頑張ります。若き賞金王は、覚悟を持ってアメリカの地に向かう。